こちら横浜は緊張感が高まってきています。デビュー7戦目での世界ダッシュを狙うこちらの八重樫東選手、勝てばあの辰吉選手の記録を16年ぶりに破ります。大橋課長、朝から見ていても非常にリラックスした表情だと思うんですが、八重樫選手のコンディションいかがなんでしょうか？そうですね、スパーリングも本当にものすごい数やってますんで、疲れも抜けて、もう緊張感が少し足りないんじゃないかなってぐらいリラックスしてますんで、新気運奥歯八重樫明KO 率 83% 平均気運ラウンドはなんと2。この天才がわずか7戦目にして世界に挑む。勝てばあの辰吉丈一郎の記録を16年ぶりに打ち破る。腕が折れようが歯が折れようが、勝つしかないって思いますね。決死の覚悟が必要なほど王者は強い。絶対王者イーグル今日は世界戦略史肩脱臼のアクシデント以外で事実上無敗のイーグル。パパ頑張れ、パパ頑張れ。イーグルは負けられない。ドン、ペンナナコトンラオタペアマイホワラオキッアライメダイ。失うものは何もないので命を懸ける戦いをしたいですね、はい。王者は強く怖い。びっくりしてる。でもね、思っただけでもは涙が出てくる。ばあちゃん、心配すんなよ。チャンスあるよ。いろんな発見があり、来てよかったですね。致命的な弱点を気がつきました。これは、あの時と同じだ。致命的な欠点というのがあって、今回は絶対に勝てますね。大橋会長の予言が当たった。再現なるか。 K は狙いに生かすので、1ラウンドに注目してください。やるからには勝つんで、倒しにはいきます。1959年米倉健司さん、86年大橋秀行さん、その師弟が果たせなかった7戦目での世界王座ラッシュ。そして今日、大橋ジムから八重樫明が米倉一門半世紀の野望に挑みます。2005年3月26日デビュー戦初回 KO 勝ち、運命のチャンピオンロードはその日あの瞬間に始まりました。それからちょうど800日、運命の曲がり角に緑のベルトが見えてきました。24歳の若武者が日本ボクシング120年の歴史に新たな1ページを刻むのか。チャンピオンは世界戦6勝安定王者イーグル今日は、この防衛戦の先に統一王座をも見据えています。このイーグルから奪ってこそその価値も本物と言えるでしょう。 WBC ミニマム級安定政権に革命を起こすか。キャリア6戦の新鋭が世界戦6戦の6勝の最強王者の牙城に挑みます。世界ダッシュ最短記録樹立か、チャンピオンが立ちはだかるか。150年前黒船来航で歴史が動いたこの横浜が再び歴史の舞台となるのでしょうか。八重樫明、日本ボクシング120年の歴史に最も短いプロフィールで最も
鮮烈なレコードを刻むことができるのでしょうか。本日のメインイベント WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー18戦17勝1敗17勝のうち6勝のノックアウト、公式計量105パウンド、カード入り宝石ジム所属。この試合が4度目の防衛戦、第8代そして第11代通算2度の WBC 世界ミニマム級チャンピオン、イーグル京和。絶対王者イーグル京和、誓いの言葉はトントンチャラ、勝たねばならない。この防衛の先に WBA との統一王座を見据えています。青コーナー、未だ無敗の挑戦者、6戦全勝、全6勝のうち5勝がノックアウト、公式計量104パウンド2分の1、大橋ジム所属、全東洋太平洋ミニマム級チャンピオン。この試合で日本ボクシング史上最速7戦目での世界王座獲得にも挑戦する WBC 世界ミニマム級第6位、八重樫明。挑戦者八重樫明、誓いの言葉最短ダッシュを現実のものとできるでしょうか。過去最短の世界ダッシュは8戦目のあの立吉丈一郎選手と去年の那代信夫選手、9戦目には具志堅さん、井岡さん、続く12戦目にイーグル、13戦目ユーリ・アルバチャコフなど天才の名が揃う、その最短の歴史に八重樫の名は刻まれるのでしょうか。放送席は元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンの川島克彦さんと、元東洋太平洋ライト級チャンピオン坂本博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず川島さん、復戦お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は後輩八重樫選手の戦いですね、はい、一言。そうですね、まあ歴史を塗り替えるだけの力があると思うんで、ぜひ頑張ってもらいたいですね。 WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦、まもなくゴングです。さあ今ゴングが鳴りました。105パウンドミニマム級の新聖地パシフィコ横浜から生中継でお送りします。統一王座を目指す安定王者イーグルの芸術ボクシングか、八重樫明7戦目世界ダッシュ最短記録達成なるか。黒のトランクスがチャレンジャーの八重樫明です。スピードとその連打には定評があります。そして何よりの自信としています。そして白のトランクスがチャンピオンのイーグル京和です。さあ坂本さん、はい、この一戦のポイント、坂本さんはどんなところと見られてますか。やはりね、僕2年3ヶ月前ですかね、はい、八重樫君のデビュー戦を右を出して左、はい、解説したんですけどもね、はい、ものすごく潜在能力が高いなと思っててね、接近してる右チャンピオン、はい、ね、世界タイトルやるだろうと思っててね、こう思ってたんですけど、まさかうちのジムとのね、イーグルとやるとは、あれだったんですけども。そうですね、坂本さんと同じ ね、事務所属ということになります。そうですね、はい、もうすごく僕自身もすごく楽しみな八重樫右のボディ、はい、一戦ですね。やっぱり八重樫君のそのキレのあるパンチ、はい、それとあと左を振るイーグルのそのね連打で、はい、どうやってねこの試合がね、終わってしまうんだろうって僕自身もちょっと予想がつかないですね、はい。川島さん、はい、そして八重樫の最も持ち味であるステップですね、はい、鋭いステップ、はい、なかなかいい動きしてるんじゃないですか。そうですね、初の世界戦とは思えない、はい、まあ、足も使えて、まあ、リラックスした立ち上がりだと思います、ね、そうですね、はい、鋭いステップイン、そして鋭い、あーっと右、チャンピオンの右、今チャンピオンがニタリと笑いました。ぐらつきましたね。今チャンピオンの右がチャレンジャーの顔面を捉えました。そしてチャンピオンがニタリと笑いました。チャンピオンは自分の心が高揚してしまったとき、あるいはカッとなってしまったとき、笑うことで気持ちを落ち着けるんだと言っていました。何か心の変化があったでしょうか。チャンピオン一瞬にやりと笑いました。チャンピオンが左を伸ばします。あーっと右、チャンピオン八重樫も左を伸ばしていきます。イーグル選手も落ち着いてますね。さすがね、八重樫が6戦、あーっと右、膝が落ちた、チャレンジャーの膝が落ちた、もう一度右、右のストレート、チャンピオンの右のストレート、チャンピオン構成に右の2つ、チャレンジャーが一瞬腰を落とした、膝を落とした。イーグルはですね、あえて乗ってくると笑ってくるんですよね、はい、そうですね、チャレンジャーも右を返します。左は対角線上に突き上げるようなフック、八重樫は、八重樫がちょっと挑発するような感じ、いいパンチもらうと、はい、向きになって打ち合ってカウンターもらっちゃう時があるんですよね、はい、そこは気をつけないといけないですね。そういう意味ではちょっと似たような両者かもしれませんけどもね、
立ち上がりいいチャンピオンのまた右が入った、うん、坂本さん、はい、この右は何か入る要因というのはあるんですか。いやもうやはりね、あのデンはあのイーグルはすごくね、あの、はい、得意としてるんですよ、右ストレート伸びるんだそうですね、肩がね、はい、その右のストレート、得意の右ストレートがチャレンジャーの顔面を捉えました。一瞬チャレンジャーがぐらつきましたが、この第1ラウンド今ここで終了しました。第1ラウンド終了です。第1ラウンドチャンピオンの右ストレートが顔面を捉えました。川島さん、はい、どうですかこの右ストレート、はい、そうですね、僕もちょっと驚いたんですけど、やっぱ予想以上にイーグル選手の右のパンチは伸びますね、はいはい、あのスウェーでかわせる距離だと思うとパンチを食らってしまう、はい、そうですね、そんな話も聞いたことがあります。八重川さんも今もらうつもりはなかったと思うんですよね。さあ第2ラウンドが始まります。第1ラウンドにチャンピオンの右のストレートがチャレンジャーの顔面を捉えました。一瞬ぐらりときたチャレンジャー、しかし得意のその鋭いステップワーク、左右に動き、そしてステップイン、ステップアウトでチャレンジャーをその持ち味でチャンピオンを翻弄したいところであります。落ち着いているチャンピオン、白のトランクス、黒のトランクスがチャレンジャーの八重樫明です。石原さん、はい、そのチャレンジャーサイドですけれどもね、はい、ちょっと立ち上がり硬かったなと、はい、嫌な右を何発かもらいましたよ ね、 そうですね、まあ、しかしこのラウンドから落ち着いていかせるよと大橋会長は話してます。青コーナー挑戦者サイドは四谷秀原アナウンサーです。さあ今度はチャレンジャーが追っていく、八重樫が追う、八重樫の連打、回転連射のバスカウンが出るか、出るか出るか、どうだ、不安、あーちょっと目切りましたね、八重樫の左眉の当たりが切れました。まあ頭だとは思うんですけど、はい、島田さん、はい、一方 の、 あのチャンピオンサイドですけど、ね、はい、非常に立ち上がり今打たれました、上々な流れだと、とにかく4ラウンドまで集中してこのまま行って、まあ、倒しに無理に行くなと、相手のカウンターに気をつけろ、そう言っていました。チャンピオンサイドは 小島秀樹アナウンサーです。4ラウンドまではなんとかという話でありますが、川島さん、はい、特にチャレンジャーに立った右右のアッパー、この前半というのは大事ですね、チャレンジャー、ね、にとってね、イーグル選手やっぱりスタミナあるんで、はい、後半はすごい強いんで、まあ、前半なんとかあのポイント取りたいところですね、はい、左を伸ばしてボディへ行きました。ワイドスタンスで八重樫明、それからね坂本さん、はい、初めての世界戦でいきなり大きなパンチをもらう、あるいはいきなり大きなパンチを出していく、はい、あーっと左、いや伸び伸びてやってますよ、そうですね、もうなんかこれが7戦目だととても思えないぐらいね、本当に入場の時からそうだったんですけどもね、あのリラックスしてますよね。かたや世界戦6勝の安定チャンピオンイーグル、今日は白のトランクス、そして細かいステップを踏みます黒のトランクスが、まだキャリア6戦という八重樫明です。ここで世界ダッシュとなりますと7戦目、史上最短での世界ダッシュとなります。八重樫がダッキング、少し下がりますステップバック、細かいパンチの応酬になりました。ちょっと頭が当たったでしょうか、イーグルがそれをジェスチャーしています。すでに八重樫がこのラウンドを眉のあたりをカットして、わずかに血が滲んでいます。イーグル今日は18戦17勝1敗 6KO、 1敗は肩の骨折危険 TKO ですから、実質無敗の安定王者ということができます。八重樫はアマチュアインターハイで、あっと左、アマチュアでインターハイ国体の 2冠を獲得、プロは6戦6勝 5KO、 最短記録で獲得した東洋タイトルは初防衛後にすでに返上しています。接近して右のアッパーはチャレンジャーです。ここはステップバック、イーグルの左、とにかく一発で終わらないイーグルのパンチ、ね、第2ラウンドはまもなく10秒を切ろうとしています、はい、手数ありますよね、イーグルはね、イーグルの右、伸びる右、これが得意のチャンピオンの右です。腕が伸びるんじゃなくてちゃんと足もステップインしているんですよ、はい、第2ラウンドが終了しました。放送席は坂本さんとそして川島さんですが、川島さん、はい、ここまでの、まあ、後輩の八重樫選手の戦い、はい、どうですか。ちょっと1ラウンドはパンチもらいすぎたんですけども、はい、まあ、2ラウンドだいぶ動き良くなってきましたね、はい、偶然のバッティングによるのです。あ、これがバッティングがあったシーンでありますが、偶然のバッティングだということです。第3ラウンドに入りました。チャンピオンイーグル今日は白のトランクス、そして黒のトランクスがチャレンジャーの八重樫明です。八重樫明、ここで世界獲得となれば7戦目、史上最短での世界獲得となりますが、細かいパンチをもらっています。細かいステップは八重樫の持ち味です。イーグルの周りを左回りにスルスルっとステップしていきます。木村さん、はい、青コーナー八重樫選手のその左の目の上のカッターどうですか、はい、まあ、大したことはないと、もう簡単に止まるだろうというような話してますね。左の眉のあたりをカットしました八重樫です。左を出して右のボディです。イーグルの左顎元を捉える、
八重樫が前に出る。これを牽制してイーグルの左のジャブ、細かいパンチ、左に体を傾けての攻撃はチャンピオンの得意な形。八重樫が少しガードを下げながらワイドスタンス。チャンピオン、あの的確に当てるのうまいですね、やっぱりね。そうですね、あーっと右、これは空を切りました、大きなパンチ。このチャンピオンの的確なパンチがコツンコツンと、あーっと右、チャンピオンが右、一瞬下がりました。アッパーから右を返していくチャンピオン、今度はチャレンジャーです。右のフックを出しました、ショートレンジの打ち合いになる。ガードを絡めるボディから、ボディから左のフック、八重樫の左フック、ショートのクロス、ショートのクロス、スッと離れたレフェリー一旦分けます。レフェリーはホセ・コビアンさん、アメリカの方です。レイ・ホーキンスさんがジャッジ、アメリカ、ニコラス・イダルゴさん、ベネズエラ、ホセ・デルマノさんのメキシコ、以上の3人のジャッジで行われます。イーグルがそのゴーと右のクロスはチャンピオン、ボディチャンピオン。イーグル選手このボディ打ちもうまいんですよね、はい、それで後半やっぱりみんな失速してくると思うんですよね。とにかくね、チャンピオンは多彩なコンビネーションと、それか上下打ち分けますからね。さあ八重樫得意のステップを使って、そして一瞬の隙を突く得意の連打は炸裂するか。チャンピオンの右が大振りになりました。ここは距離を取っています、チャレンジャーです。ガードしています。川島さん、はい、チャンピオンにとってはこういった八重樫のようなタイプというのはこれまで、ああ右、チャンピオンの右、これまであまり対戦したことがないタイプなんですね。ここまでスピードがあって動く選手とはやったことないと思うんで、右チャンピオン、はい、まあ、その戸惑いが初めあると思ったんですけど、はい、思ったより出だしやっぱチャンピオンだけあっていい出だしでしたね。なんせ世界戦6勝のキャリアがあります八重樫。肩を動かしながらちょっと今牽制するような形でありましたが、左から右、ガードの上から放って、今度はボディ、ボディから顔面へ、八重樫の右。イーグルはパンチを放つときに少しガードが下がることがあるというのはもう歴戦これまでのチャレンジャーたちが言っていましたが、ただそれを攻略しきれないところもあれば、あるいはそこでダウンを奪われたというのがチャンピオンでありまして、この第3ラウンド、まもなく時間がなくなってまいりました。ここで第3ラウンドが終了です。昨日の計量はイーグル 100g アンダー、八重樫 300g アンダーと余裕のクリア。両者に特筆する体格差は見受けられませんでした。あるのは経験とキャリアの差だけ、若さと勢いがどこまでカバーするか。WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦、まもなく第4ラウンドが始まります。第4ラウンドが始まりました。勢いよく飛び出していきました、チャレンジャーの八重樫明、白のトランクスがチャンピオンのイーグル京和です。川島さん、はい、ここまでの、まあ、両者の流れですか、はい、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、やっぱりイーグル選手、そのチャンピオンの強さですかね、はい、いろんな目のフェイントを入れたり、いろんなフェイントをかけて攻撃してますんで、まあ、八重樫もいろいろ足も動いてきたんで、はい、まあ、かく乱させてチャンスを見つけて、まあ、ラッシュしたいところですね、はい、チャンピオンがフェイントをかけます、左のストレート。坂本さんはどうご覧になりますか。やっぱポイント的に、はい、綺麗に打ち込むところは打ち込んで、でもやっぱり、ね、八重樫君の潜在能力を肌で感じてるんでしょうね、1ラウンド目、1ラウンドに、ね、いいパンチが当たって、ぐらついたときに、強いに攻めて いかなかったのは、そうでしたね、やっぱり警戒のあれも、あれでしょうね、現れでしょうね。チャンピオンの右、おっと、左、チャンピオン。木村さん、はい、そのあたりね、陣営をですね、ワンツーを多用して無理に近づくなと距離を取って、特に八重樫の左のフック警戒してますね、接近戦を避けてます、はい、八重樫は右のストレートと左のフックを得意としています。そうですね、やっぱ見ても八重樫のパンチが切れがありますからね、はい、強いに行った時点でもらったらやっぱ打たれ、あんまりね、前回の試合でもね、顎をもらったら倒れてしまうという感じになってしまった、はい、イーグルに取ったらやっぱり致命的なもので、しっかりとその辺のところはガードしていかないと。マヨール戦の戦いとは、はい、まあ、奇跡の逆転でありました、はい、右から左はチャレンジャー、そしてトレホ戦では2つのダウンを奪われましたこのチャンピオンです、はい、ですから思っても見なかった坂本さん、はい、ちょっと打たれ弱さというのは見せてしまったんですよね、チャンピオンが。あ、まあ、でもしっかりとその辺の対策として、あー、もうロードワークは全然普通のね、ボクサーたちよりも走ってますしね、ガードもやっぱ高めに上げてますよね、はい、そのデビュー当時と比べて、はい、さあ八重樫、ここは鋭くステップバックしていきます、距離を取ります。
左のボディを放っていきます。チャンピオンです。今日はやっぱりイーグル選手ガードをしっかりしてますね。はい、はい、それはやはりこの八重樫を警戒してるわけですね。そうですね、はい、八重樫のステップ、まるであのコンパスの針とそしてペン先のような感じで八重樫が動き、イーグルが向きを変える、そんな展開になっていますが、八重樫が前に出るボディから右のボディアッパー、ここは体を寄せ合います。第4ラウンドは残り20秒になろうとしています。よく体が動いていますチャレンジャー。ここはスッと下がりました。小さなジャブにも鋭いステップバックでその距離を取りますチャレンジャーです。残りは10秒、第4ラウンド、このラウンドが終了しますと WBC ルールでジャッジの途中再戦の公開があります。あっ、左右のストレートはチャンピオン。第4ラウンドが終了しました。八重樫の国内最短世界ダッシュの記録樹立になるか、イーグルの安定王座その牙城を崩すことができるか。ジャッジ3者ともに39対36、3者ともにイーグル共和選手を支持しております。ラウンド5、さあ間もなく第5ラウンドが始まります。第5ラウンドが始まりました。 WBC ルール4ラウンドまでの途中採点が今公開されました。ジャッジ3人は3人とも39対36をつけまして、まあ、チャンピオンの方につけました。まあ、川島さん、はい、ここまではジャッジ3人とも3ポイントチャンピオンの方につけています、はい、そうですね、僕もその採点と同じでしたね。ならば、はい、チャレンジャーはこの後どうするべきなんでしょうか。そうですね、8ラウンドまでになんとかドローまで持ってって、はい、でまあなんとかイーグル選手もまあスタミナ後半強いですけども、最後の4ラウンドを踏ん張って取りたいですね。おチャレンジャーの一人、ね、今チャレンジャーの一人にちょっとチャンピオンがぐらついたような感じもありました、はい、しかしチャンピオンも返します。右のストレート、いや一瞬の左やりました。この左がチャレンジャーの得意、八重樫君はあのパンチありますからね、はい、だからそれをもう警戒して、いってんでしょうね、はい、右を伸ばします。川島さん、はい、チャレンジャー八重樫は戦い方を何か考える必要はありますか。そうですね、もうちょっと出入りを激しくするっていうのが一つの手があると思うんですけどね、はい、細かいパンチ、ショートの左はチャレンジャーです。イーグルのみ、これはヘッドスリップかわした、あーっと顔面に、あーイーグルの頭が当たってしまったか、いや口のあたりでしょうか。一瞬痛そうな表情を浮かべたのはチャレンジャー。イーグルはボクシングはアートだと語りました。常々ハイレベルで綺麗な攻防を見せたいと話します。一方の八重樫は瞬きさえ許されない一瞬のボクシングでお客さんを沸かせたい、サプライズを起こしたい、そう話してこのリングに上がりました。ロープを背にするチャレンジャー八重樫、ボディの連打から顔面へのコンビネーションはチャンピオンのイーグル。今日は相手をじーっと見ています。まあ、八重樫はあれですね、パンチ力じゃまあイーグル選手が上回ると思うんですけど、はい、パンチのキレがあるんで、まあ、十分 KO のチャンスもあると思うんですよね。川島さんも階級は違いのスパーリングしたことがあるそうですけど、はい、何かの芯の通ったパンチというような、ね、感じを聞きますね。ドーンという強さはないんですけども、パンチのキレとその硬いパンチを打ちますので、はい、まあ、十分 KO できるパンチは持ってるんで、はい、その八重樫がその黒のグローブをチャンピオンの顔面に叩き込むことができるか。チャンピオン右を打ち下ろしてきます。大きく上から振りかぶってきます。右のフック、チャンピオン。この試合はメキシコ製の、まあ、ナックル部分の薄いグローブを使用しています。両者ともにパンチ力も非常に伝わりやすいので歓迎するところだと話しました。5ラウンド残りは10秒になります。ガードしながらステップします。チャンピオン、チャンピオンのパンチが顔面を捉える、ガードする、下がる、おっと最後は右、ここで第5ラウンドが終了しました。八重樫選手のお父様正隆さんです。息子さんが世界に挑んでいます。ここまでご覧になって、やっぱり王者は強いですね。なかなか簡単にまたからいかないのは、分かってましたけど、目の前で見ると大変です。はい、以上です。今日は故郷の岩手から100人を超える応援団も来ていると聞きます。そして地元の公民館ではパブリックビューイングも行われていると聞きます。その声援に応えることができるか。八重樫明、チャレンジャーとして絶対王者の牙城に挑みます。
島田さん、はい、そのチャレンジャーサイドの大橋会長なんですが、はい、もうイーグルの動きには慣れてきたと、はい、ここからだというふうに言ってますね。ここからだというチャレンジャーサイドの今リポートがありました。右を出して左から右のチャンピオン、そして疲れてきた時にこそ左右の動き、左右の動き、そのステップワークを生かさなければいけない、そういう練習を積んできました。スパーリングは200ラウンドを超えました。地獄の伊藤合宿もこなし、伊藤合宿もこなしてきました。チャレンジャーの八重樫です。ちょっと八重樫あれですね、ボリボリ左の、はい、左のガードをちょっと高くしたいですね、はい、まだ右のパンチをちょっとかすったりもらったりすることあるんで、チャンピオンがボディから前に出ていく鋭いステッピン、左はつける突き上げるような大きなフックでした。チャンピオンです。左から右ワンツー、八重樫がやや左ガードを下げながら、ちょうどガードは肩のあたりの高さになっています。奪えば7戦目、国内史上最短世界ダッシュとなるこの記録がかかる八重樫のこの世界戦初挑戦。踏み込んでの右、これはヘッドスリップかわされました。左から右、コアパーリング、右を伸ばすチャンピオン、もう一度右、右から左、右のパー、チャンピオンの右のパー。坂本さんね、はい、チャンピオンはね、単発で終わらないんですよね、すべてがコンビネーションなんですね。そうですね、もう左打ったら右、右打ったら左と返してきますんでね、はい、でそれをまた上下に打ち分けるんですよ、なるほど、理想ですよね。このチャンピオンをどう攻略するか、はい、イーグル選手プレッシャーかけてきましたね、ちょっと強めてますかね、はい、川島さん、はい、その辺のチャンピオンの心境の変化というのはどんな、とカウンター、チャレンジャーのカウンター、その辺の、まあ、手応えがだいぶあるのかなって感じて出てきたのか、はい、八重樫が左を大きく体を開いて伸ばしました。さっきまではね、イーグル選手が来い来いって呼んでたんですけど、そうですね、自分から出るようになりました、ね、八重樫がステップします。イーグルの左へと回っていきます。軽快なステップ、鋭いステップは八重樫の持ち味、鋭いステップインでパパパンと打ってあっという間に相手の前から消える、そんな攻撃が僕の一番の持ち味ですと言っていました。それをこのチャンピオン相手にできるかどうか。相手は絶対王者イーグル、今日はすでに世界戦6勝という勲章を手に入れています。左から右を打ち下ろすチャンピオン、強いに入ると八重樫君のそのね、キレのあるパンチをもらうと危険だと自分も分かってますから、はい、慎重ですよね。ここでこのラウンドの終了のゴングが鳴りました。イーグル京和選手の奥様高子さんです。ここまでご覧になっていかがですか。まあ、自分のボクシングができていると思いますので、うん、いい試合だと思になると思います。エールを送ってあげてください。はい、パパ頑張れ。ラウンド7、パパパパ頑張れ。以上です。今日はリング下に奥様の高子さん、そして長男の龍樹ルンガルン君、次男の龍とルンガリット君も応援に来ています。故郷の家族のため、そして第二の故郷日本で得た家族のため、チャンピオンは戦い続けます。異邦人ボクサーとしていっぱいに怯えた時期もありましたが、王座を獲得、陥落、返り咲き、そして防衛を重ね、今や絶対王者という名を手にしました。そのチャンピオンが少しずつ圧力を高めています。合わすように右を出しました。チャレンジャーの八重樫明、ガードを高くします。チャンピオン島田さん、はい、チャンピオンサイドですが、やはり無理しないですね。このまま目論見通り、このまま行こうと、はい、ワンツーで、やはりこう先ほど左のボディも出てきたんですが、はい、この辺はもう使わないと、あくまでこれで行こうと話しています、はい。やっぱりイーグル選手は八重樫の実力を認めてるから、これだけ集中して、はい、もうガードもしっかりして戦ってるんだと思うんですよね、はい、しかしこのラウンドチャンピオンのワンツーが飛びますが、チャレンジャーが鼻先のところでわずかにかわしている。左右の拳を前に出し牽制するような感じ、チャレンジャーが下がります。イーグルはガードを上げます。強固なガードでじわりと前に出ていくチャンピオンのイーグル。今日はもともとこの防御感には世界トップレベル、ショート右チャンピオン、左から右のワンツー、左から右のワンツーチャンピオン、ちょっと左はもっとね、ガード上げた方がいいね、もうちょっと左のガードやや低い。いずれにしてもこの八重樫は
左右ともあまりガードは高くない方ですよね。そうですね。でもあれだけちょっと右もらってるんで、はい、なんとか距離を取るか左のガードを上げるかしてほしいですね、はい、ダッキングでかわします。左右を振ってきます。チャンピオン真正面で打ち合ってくれる相手は最高に得意な相手だと語るチャンピオン、逆に動かれる相手は僕はあまり得意じゃないと言っていました。ですから川島さん、はい、真正面に立たないで動き続けながら攻撃する、そうですね、そういう相手というのは攻撃するときされるとき八重樫ちょっと止まっちゃってるんで、はい、まあ、手を出したらすぐサイドに動くとかいう、はい、そういう攻撃をしてほしいですね。動く相手に対してどうなんだろう、はい、そういう声が関係者からもありました。このチャンピオンのボクシング、あっとショートのパンチの打ち合い、ボディの連打、チャンピオン左を出します。じわりと前に出る左を吹くは下から四角から本当丁寧に攻めてますね、はい、もう深追いはしない、無駄打ちもしない、まさに攻防権利の正統派という、そんなボクシングを見せているチャンピオンのアッパーからショートレンジの打ち合いになって、ここは一歩も引きませんチャレンジャー八重樫明。第7ラウンドが間もなく終了します。左のダブルから右を出していきました。チャンピオン第7ラウンドが終了しました。いたします。安定王者か若武者か、そのオープニング第1ラウンドチャンピオンの右がヒットしまして、一瞬チャレンジャー八重樫の膝が落ちました。しかし八重樫も負けずと攻勢に出ていく、そんなラウンドが続いて、まもなく第8ラウンドに入ります。WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦、いよいよ第8ラウンドに入ります。このパシフィコ横浜は10度目の世界戦開催、過去ミニマム級は7度開催、いわば105パウンドミニマム級の新聖地となりました。イーグルはこのパシフィコで中島健を TKO に下した舞台であります。そして八重樫にとっては東洋の初防衛を果たした舞台でもあります。チャンピオンが非常に落ち着いた戦い、少しその圧力を強めるラウンドもありました。川島さん、はい、八重樫の動きはどうでしょうね。そうですね、思ったよりでもスタミナはまだまだ、はい、切れてないと思うんで、まだチャンスはあると思います。おそらくですね、チャンピオンもスタミナには自信があると思うんですが、はい、川島さんも、はい、過去やってきた伊豆合宿、地獄の合宿、はい、それから200ラウンドのスパーリング、はい、おそらくですけどもスタミナに自信あるんじゃないですか。そうですね、初の世界戦でもっとスタミナ切れるかなとは思ったんですけど、はい、スタミナまだまだ大丈夫ですね。柴田さん、はい、青コーナー大橋会長はね、はい、スピードのあるパンチなんだ、とにかくスピードのあるパンチが欲しいんだと言ってますね。それこそ八重樫の持ち味なんです、スピードのある芯の効いたパンチ、そして一発効いた後の回転の効く連打、左はクロスになります。それが八重樫の持ち味です。鋭いステップと連打、鋭いパンチ、チャンピオンを捉えることができるか。試合は第8ラウンドに入っています。坂本さん、はい、チャンピオンにですね、なかなかこう隙が見当たらないかな、そんな感じがあるのか。ショート、はい、そうですね、やはり相手にボクシングさせないっていうのがやっぱり一番の強みなんですよね。それこそ坂本さん、やはりキャリアというのは大きいんでしょうね。いや、大きいですね。でボクシングをプロデビューして、はい、あれですけど、19か何戦目の、はい、これが18戦目ですね。18戦目、はい、でも、まあ、アマチュアの、はい、アマチュアでもう40戦50戦でやってますからね、はい、その辺のキャリアがこのチャンピオンにあります。8ラウンドはもうすでに2分を経過しています。パシフィコ横浜が沸きます。両者のパンチの交換が行われるこのリング上、ステップから左を出します。左はコツンと相手に出して、今度は左のダブルはチャンピオン、相手を突き放します。距離を取ります。接近して足を止める。できれば川島さん、はい、ここで動きながら攻撃してもらいたいですね。そうですね、ですね。もしかするとどうなんですか、少し疲れはどうなんですか、まあ、スタミナは大丈夫とね、川島さんは言っていましたけども、前半ちょっとパンチもらいすぎたんで、まあ、ダメージが溜まってきてるっていうのもあるかもしれないですけどね、はい、8ラウンド残りは間もなく15秒になります。そうですね、コツコツと当てられてますからね、はい、それがちょっと左が空を切る、後半ダメージになるとあれですけどね。パンチが交錯する、左から右、右のボディ、右のボディ、左を抱えて右のボディをチャンピオン、左から右のボディ、左のフックを振ったところ、ここで第8ラウンドが終了。この後ジャッジの途中採点の公開があります。
それでは第8ラウンド終了時点の採点をお知らせいたします。ジャッジ1人が78対73、79対72が2社で、3社ともにイーグル共和選手を支持しております。8ラウンド終わっての採点公開がありました。まもなく第9ラウンドが始まります。1人が78対73、2人が79対72、5ポイント差あるいは7ポイント差でチャンピオンの方を支持しています。まあ川島さん、はい、ポイント上では完全に奪われる形となりましたね。そうですね、はい、まあでも再三左フックが、はい、速い左フックが当たって、ちょっとまあイーグル選手も一瞬効いた場面もあったんで、ありました、はい、まあ、それが後半にもし当たることがあればまだ逆転の可能性もあるかも、あるとは思うんですけど、はい、そうですね、はい、ポイントで試合をリードしている、いや、まあ、支配しているのはチャンピオンかもしれませんが、一つ二つこのチャレンジャーもそのチャンピオンへの突破口をあるいは感じているかもしれません。この試合に勝てば7戦目、日本国内で史上最短の世界ダッシュであります、あの辰吉丈一郎さんの8戦目の記録を塗り替えることになります。八重樫明です。アップライトスタイルで戦うチャンピオンイーグル今日は攻防兼備の正統派のリボクサーファイター、右を出します。チャンピオン顎を引いてボディへ、今の左フックですね、はい、この左フックあるいは右から左というコンビネーションで東洋タイトルを奪取、そして東洋タイトルを防衛してきました。鋭いパンチでチャンピオンの顔面を捉えることができる。米倉健二さん、そして師匠である大橋秀幸さん、米倉一門三代の3世代にわたる野望ということになります。半世紀の野望、7戦目の世界ダッシュというその夢を背負ってのこのリングになります。八重樫明、上体を揺する八重樫、ボディへ軽くパンチを出しました。イーグル右が空を切る、打ち下ろすような右はチャンピオン、じわりじわりと間を詰めていきます。ボディから顔面右、あと八重樫は多分想像してた以上にイーグル選手の頭が低いのが気になってると思うんですよね、はい、頭が低い、はい、それは八重樫にとってどうなんですか。頭を下げてくるっていうのが、はい、多分想像してなかったと思うんですよね、前後のステップ、細かいステップ、黒のトランクスチャレンジャーの八重樫明、右は見切られました。バックステップ、左は空を切る、今度はダッキング、この防御感の良さは天下一品です。チャンピオン右を当てました、そして左をカバーする。今ちょっとね、はい、休みながら攻撃してますよね、イーグルは。この辺のうまさありますよね、はい、そうですね、もうこれは廊下のところですよね。ボディへストレート、チャンピオン、チャンピオンの右が、チャンピオンの右が顎元を捉えました。チャレンジャー一瞬顔が背けました。八重樫の顔面を捉えたチャンピオンの右のフック、顎元を捉えました。ポイントではチャンピオンがここまで大きくリードしていますが、八重樫の突破口はおそらく見つけていることでしょう。過去最短の世界ダッシュは8戦目の辰吉丈一郎さん、 WBC バンタム級、そして去年の那代、その記録を打ち破るか。左から右のワンツーになりました。坂本さん、はい、このコンビネーション、ね、はい、もう本当に得意中の得意なパンチですよね、はい、イーグルの顎元を捉えました。一瞬この顔面が揺れました。チャレンジャーです。左目上のカット、その傷はあまり大きな影響はなさそうです。統一王座への足固めか、世界ラッシュ最短記録か、安定王者の芸術ボクシングか、若武者のスピードボクシングか。第10ラウンドに入りました。白のトランクスがチャンピオンのイーグル、今日は2度目の王座の4度目の防衛戦。黒のトランクスがチャレンジャーの八重樫明、大橋夢の24歳、キャリアまだ6戦7戦目、史上最短での世界ダッシュを狙う若武者であります。いいパンチはもらいました。しかしその左のフックには逆にこのチャレンジャーも手応えを感じているでしょう。
チャンピオンがガードを固めて前に出る、狙いすましたように右を出す、右のボディ、チャンピオンの右のボディ、ステップバックはチャレンジャーです。黒のトランクスのチャレンジャー、スンデレ左をかわしました。左のアッパー、左のアッパー、チャンピオン右から左、チャレンジャーの左、右はスリップ。第10ラウンドも早くも1分を経過します。両者の激しいパンチの交換が行われます。左を出してスーッと、はい、青コーナーですがね、八重樫選手、あの序盤にバッティングで顎を打ちましたでしょう。ありました。その影響がちょっとあるようだというふうに大橋会長は言ってますね、はい、ただとにかくもうこうなってくるとコンビネーションで手数でいくしかないという話ですね。そして松本トレーナーは話しました。最後は根比べになるでしょうと。根比べになったら今までの練習、そしてここでこそ最後のステップが八重樫練習してきたところだ、出すべきところだということを戦前に話しました。八重樫ずっとさっきから顎が開いてる、口が開いてるんですよね、もしかしたら顎の骨でも折ってるのかなって僕もちょっと気になってたんですけど、かなり、ね、激しいバッティングが顎あるいは口のあたりでしたからね、相当に痛いそうな表情を浮かべたこのチャレンジャーです。いやしかしね、坂本さん、はい、チャンピオンを取るというのはですね、はい、そう簡単に取れるもんじゃないですからね、ここを乗り越えなきゃいけないわけですよね、はい、さあ八重樫得意のステップ、そして連打、鋭いパンチ、チャンピオンを捉えるか。安定王者は非常に落ち着いたボクシング、右はガードの上、一瞬にやりとしたようなその表情、チャンピオン、微笑みの国タイからやってきたこのイーグル、今日は日本で夢をつかんだチャンピオンです。おっと右、チャンピオンの右です。右のガードをがっちり固めて左でジャブを放っていきます。八重樫との距離を詰めます。八重樫がそれを見てステップバックします。右は空を切ります。再三このイーグルの右、力を込めた右が空を切っています。八重樫どうやらこの辺は距離を見ているか。しかし第1ラウンド右のストレートを浴びています。チャンピオンが頭を突っ込め、八重樫左のガードを下げながら前に出る、左のパンチ、両者の左のジャブ、チャンピオンの左のジャブ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、左を返した、あーっと膝をついた、ダウン、ダウンを割ったのはチャンピオン、八重樫が膝をついた、プロ入り初めてのダウン、ここでこのラウンドが終了しました。八重樫アキラダウンを奪われました。10ラウンドの終了間際、チャレンジャーの膝が純白のこのキャンバスに膝をつきました。チャンピオンの右が飛びました。顎元を捉えたそのパンチ、八重樫のカウンター気味になりました。ちょっと痛めてるかもしれない、その顎に来ましたね。右を出したところを返してチャンピオンの右、体を寄せるようにしてこの右のフック、チャレンジャーが右の膝をつきました。八重樫のその前のあたりへ右も飛んでいきます。折れてるね。顎が相当に痛そうです。今レフェリーのホセトリアンさんもこの島田さん、はい、あのコミッションドクターがですね、先ほど話したその顎の状態を見てるようですね、はい、どうですか、顎ね、そうなんかかなり顎はまずいんじゃないかみたいな声も聞こえてきます。はい、さあどうでしょうか、四谷さんどうですか、続行しそうですか、ダメン、どういう試合ですか、やるようですね、失礼しました、はい、さあ行きます、八重樫行きます、顎は痛いでしょう、しかしここを乗り越えてこそチャンピオンへの道は開けます。安定王者イーグルからベルトを奪うことはそう簡単なことではありません。苦しいトレーニングを思い出して残りはあと2ラウンドです。では川島さん、はい、顎が痛いかもしれません、はい、島田さん再三コーナーですが、はい、前に出る、前に出る、チャレンジャー意地が前に出る、とにかく顎は外れてるか折れてるかどっちかだろうと、しかし続行決定したようです。開いたままのその顎ではありますが、
もらわなければいい、いやもらっても返せばいい、もうそうですね、なりっこ魂で、はい、あとはまあポイントは取られてると思うんで、まあ倒しに行くしかないですね、はい。さあそして坂本さん、はい、一方チャンピオンの方に目を移しますとね、はい、いやー本当に強い戦いは見せていますよね。いやもう無理せず、はい、本当に攻撃はしてないですね、無理して攻撃はしてないですね、はい、そのあたりはもう、はい、いつでも倒せるっていうような、もうガードだけしっかりしてて、やっぱ八重樫君のそのキレのある左フックはねまだ生きてますのでね、そうですね、そこのとこだけは気をつけてますよね坂本さん、はい、しかしあのこの八重樫の気持ちっていうのは、いや素晴らしいですね、伝わるものがあるんじゃないですか。いやこれちょっと本当ちょっと危険なんですよ、もう顎にね、やっぱ先ほどのラウンドから顎をずっと開けてる、はい、口開いたままね、はい、こう戦っているんで、これあのもうそうですね、全然自分のパンチ打つにしても力が入らないと思うんですよ、はい、しかしですね、この状況の中でね、はい、こうやってやるってこう出てきたら、ね、まあいい根性してますね、はい、あとはもう素晴らしいですよ。ただね川島さん、はい、八重樫にはですねその一瞬の突破口を見つけるフットワークがあります。そうですね、これを生かすための練習をしました。はい、ススッと動いて、はい、一瞬の隙を見つけることができると思うんですよ、まあ、まだ何が起こるかわからないんで、はい、さあ八重樫練習のその成果を出す時が来ました。あと2ラウンドです。チャンピオンの左が飛んでいきます。八重樫の右振り下ろす、チャンピオンダッキングでかわす、チャンピオンのワンツースリーフォーファイブ、チャンピオンガードを固めて前に出る、その一発で終わる可能性があるんで、イーグルの方もしっかりとあのガードを固めてますよね、この辺の慎重さというのは、ね、チャンピオンの右、チャンピオンの右が伸びてきました。伸びる右のストレート、しかも踏み込んでパンチを出してきます。左のジャブ、左のジャブ、アッパーからボディ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 から顔面、ボディから顔面、ボディでアッパー、右ノック連打を出しますチャンピオン。第11ラウンド残りは15秒、八重樫速いステップ、イーグルの周りを回ります。残りは10秒、第11ラウンド、顎が痛いかチャレンジャー、しかしこの11ラウンドもう残りは少ない。右を出した、これ見切った、左を出すチャレンジャー、第11ラウンド終了、残すはあと1ラウンド、ポイントでは大きくリードを許しています。ダウンは期しています。しかしこの最後の第12ラウンド、持てるものを全て出せば突破口は開けるかもしれません。お父さんの正孝さんも見つめるこのリング、ここから先は川島さん、はい、簡単に言うのはなんですけども、はい、気持ち、根性、そうですね、まあ、体力もなくなってきてる、もう最終ラウンドですからね、まあ、でも気持ちでなんとか、まあ、顎も痛いでしょうけど、八重樫は気合を見せると思いますね、はい、ラウンド12、ラストラウンド、 WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ、安定王者の芸術ボクシングか、若武者のスピードボクシングか、統一王座の足固めか、世界ダッシュ最短記録が第12ラウンド、ラストラウンドに入りました。黒のトランクス、チャレンジャー顎を痛めています。もうその顎はあるいは締まらないか、非常に苦しい戦いになっています。チャンピオンは落ち着いたボクシング、しかしガードをしっかりと固めて、このチャレンジャーからのパンチを最後まで警戒しています。さあ坂本さん、はい、最終ラウンドに入りました。いやもう最後ですからね、これがもう泣いても笑っても最後なんだから、もう、はい、勝つためにはもう倒しに行かなければいけない、ね、そうですね、もう振りましてほしいですよね、もう自分が倒されようがもう行かないといけないですよ。イーグルの右、イーグルの右、左に傾けてのイーグルの右のフック、顔面を捉えます。この辺りの小さなパンチも確実に顔面を捉えるのがチャンピオンらしさのそのボクシング。世界戦6勝という絶対王者がこのチャレンジャーを追っていきます。チャレンジャーの右、まだキャリア6戦の若武者が果敢にこのチャンピオンに挑みます。ここはステップバックで距離を取ります。ボリーボリーから顔面の左を出しました。チャンピオン八重樫明、左から右を出します。回転連打でバルカンホワイツに火を吹くのか、その突破口を見つけられるか、チャレンジャー、ショートの右をもらったチャンピオン、いやチャレンジャー、悲鳴にモニター、その八重樫コールが起こります。この横浜パシコ横浜、少しガードを下げます。あ、左を回ってステップバック、いや今一瞬ちょっと試合が止まりましたが、試合は続行されます。第12ラウンドも半分は切っています。
打ちます。顔面を捉えるか。まずガードの間を縫って左のジャブだ。鼻先を捉えました。ワンツーはチャンピオン、ワンツーはチャンピオン。残りはまもなく1分、ラストラウンド。ステップする、歩くようにステップする。イーグルの視界から少しずつずれて、その突破口を探します。残りは1分、ワンツー、ステップインのワンツー。チャンピオンガードを固める。第12ラウンド残りはまもなく45秒。いや坂本さん、イーグルの方はもう安全運転してますよね。しっかりだとガードを固めて、はいはい、もう、はい、当然ね、この八重樫が来るの分かってるわけですけどね、はいはい、八重樫が前に出る、体を合わせます。そこをどうやって KO に結びつけるかって言ったら、魂を持ってもう、はい、ぶつかっていかなきゃダメですよ。その魂、その魂。残りは20秒、八重樫明、歴史を変える、あと20秒。安定王者に果敢に挑むチャレンジャー、残りはまもなく10秒。ショートの連打、ショートの連打。右をもらった、左をもらった。試合終了。両手を挙げたのは安定王者イーグル今日は。 WBC ミニマム級タイトルマッチラストラウンド12回が終了しました。ここまではクレ556でおなじみのクレ工業と、ご覧のスポンサーがお送りしました。激闘の12ラウンドが終了しました。 WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ、勝負の行方は採点へと持ち越されますが、統一王者への足固めを図る安定王者に果敢に挑んだ24歳の若武者の戦い、これからその採点の結果が発表されようとしています。パンチ、そしてチャンピオンの頭がこの顎のあたりに当たりました。非常に痛そうだったこの終盤、いや中盤以降の戦い、この八重樫の顎。しかしいい左のパンチはそのチャンピオンの顔面を捉えました。これがチャンピオンのパンチ。そして打ち合い、チャンピオンが攻勢に進める中、チャレンジャーもいい左をチャンピオンの顔面に叩き込んでいます。この左が入りました。左から右とチャンピオンが出し、そして川島さん、はい、ここのダウンはちょっと、そうです ね、まあでももらってしまったなという感じがありましたけども、まあ、顎を痛めてたとしたらよく根性出して頑張りましたよ、はい、はい、とにかくこらえながらというか、あー、ここですね、顎に当たりましたね。痛そうな表情がありました。これ以降ずっとこの5ラウンド以降、八重樫は苦しい表情での、あ、ちょっと目もうつろでありますが、あのダウンする前から、口をねちょっと開けてたんですね、パシフィコ横浜、このミニマム級の新聖地、安定王者に挑んだこの若武者の戦い、その採点の結果の発表が待たれます。坂本さん、はい、WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ採点をお知らせいたします。ジャッジホセ・デラモア118対108、ジャッジニコラス・イダルゴ、同じくジャッジレイ・ホーキンス119対107、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして、勝者 WBC 世界ミニマム級チャンピオン、イーグル7勝目、八重樫の夢を打ち砕きました。キャリアの差、これがチャンピオンとの差。川島さん、はい、まずはですね、はい、チャンピオンの戦いと八重樫の戦いを一言ずつお願いいたします。そうですね、まあ、チャンピオンはやっぱりもう落ち着いてて、で、まあ、八重樫はまあ頑張りましたけども、
まあ、やっぱりでもチャンピオンは八重樫の実力を認めてるからこそ、あれだけ集中していい試合したと思うんですよね、はい、坂本さん、はい、同じジムのイーグル選手の防衛、そして、八重樫選手ですね、はい、いやもうイーグルは本当に難攻不落ですね、もうつける隙がないというか、素晴らしい、名チャンピオンです。そしてこのチャンピオンに果敢に挑んだ若武者へ一言お願いします。あえてね、ここでそんな強いチャンピオンをね、